土偶。土偶は、最強義では、縄文時代頃の日本列島で作られていた土人形を指す。この定義上では、霊的存在、神や精霊と、おぼしき像も人型であれば、これを含む一方、人及び人型の存在以外の生物並びに、非生物は含まない。この定義に従えば、例えば動物や道具をかたどった土偶はなく、それらは土製品。 土製品であり、動物系土製品、例、イノシシ形土製品、形土製品、例、卓系土製品などとばれている。ただし、やや広い別の定義では、上述したうちの非生物以外もすべて土偶と呼んでおり、従って人物土偶、動物土偶などという名称が用いられるほか、古墳時代に作られた生物系の埴輪も埴輪土偶と呼ばれている。しかし、 埴輪土偶を過去の名称であると明言する資料もある。要するに、現状の土偶の定義は、この点で曖昧と言わざるを得ず、文化庁が文化財指定時に付与する名称でさえ、未だに統一されていない。もっとも、動物や非生物を土偶に含めない、定義、最強儀が主流になって久しい。これらの定義上の土偶は、四島、北海道、本州、四国、 九州の各地で出土している一方、四島から遠く離れた島諸部、南西諸島などからは発見されていない。最高儀では、縄文時代や日本列島に限らず、時代と地域を問わない、世界史上及び世界各地における同様の考古遺物を指し、古くは新石器時代まで遡ることができる。しかし上述の通り、競技の用語としての土偶の曖昧さは、 最高儀の土偶にも反映されてしまう。本校では、特筆しない限り、最強儀の土偶すなわち、縄文時代頃の日本列島で作られていた、人及び人型の霊的存在を表現したと応式、素焼きの土製品について解説し、必要に応じて、それより、高儀の土偶についても講述する。なお、材質が土でなく石であれば、岩文。 岩愚もしくは、石愚、石愚と呼び、縄文時代の出土品ではこれも多い。他方、木材による木、木偶、木偶は、縄文時代の出土例はなく、弥生時代以降のものが知られている。世界的には、こうした土製品は、新石器時代の農耕社会において、ちぶさや伝部を誇張した、女性像が多いことから、通常は農作物の豊穣を祈る。 地母神崇拝のための人形と解釈されることが多い。ただし、世界史的には、狩猟、最終段階の時代のものとしての類例は、あまりない。日本では、海外の考古学書の翻訳において、セラミックフィグユニアテレコタの訳語として、土偶を使用することもある。縄文土器と同様、土偶も、湿土地域や時期によって様々な様式のものがある。 現在知られている限りで、日本最古級の土偶は、三重県で2個、滋賀県で1個が出土した、縄文時代早々期後半のもの、すなわち、かゆみじり土偶と間に土偶である。早期には、近畿、関東東部にも広がっている。中期終わりには、東北地方を除いてほとんど作られなくなるが、後期には、東日本を中心に復興する。九州においては、熊本を中心に、 後期のものが出土している。土偶は、弥生時代には、東北地方を除いてほとんど作られなくなり、同地方でも、盛んに作られたのは、弥生時代前期までで、中期から衰退し、後期にはほとんど作られなくなった。国立歴史民俗博物館、千葉県桜市の調査によれば、日本全国の出土総数は1万5000体ほどである。武藤、本田は、 一万八千点程度としている。湿度分布は東日本に偏っており、西日本での湿度は稀である。千葉県桜市にある吉見台遺跡からは、六百個以上の土偶が湿度している。また、土偶とその情報研究会、八重樫順次の調査によれば、全国で約一万千個程度が市場化され、それから類推して、縄文時代に作られた土偶総数を、 約三千万個とする説もある。現在までに出土している土偶は大半が何らかの形で破損しており、故意に壊したと思われるものも多い。特に、脚部の一方のみを故意に壊した例が多い。そのため、祭祀などの際に破壊し、祭役などを払うことを目的に作成されたという説がある。また、大半の土偶は人体を大きくデフォルメして表し、 特に女性の生殖機能を強調していることから、安産、多産などを祈る意味合いがあったものと推定する説もある。その他、用途に関しては、生命の再生、心臓、女神像を含む、精霊の像、呪物、お守り、護符などといった様々な説が唱えれている。子供の玩具やお守りであったとする説、破壊することで、体の悪いところの回を祈ったとする説、 バラバラになるまで粉砕された土偶はそれを大地にばら、手つくことが法上の記念を意味したする説などもある。また、集落のゴミ捨て場などに投棄された状態で出土されることが非常に多く、これは最初から意図的に破壊して投棄することが目的であったという説を指示するものであ。他にも、考古学者、水野真幸の唱える説では、縄文人は投機の太陽の弱まりを恐れ、 土偶祭祀は冬を中心に行われたという。土偶、祭競技は人、または人型の霊的存在をこねた土で造形表現し、素焼きで焼成している。全体的には人体を模して成形されているが、頭、胴、手、足などでは、抽象的表現が非常に目立つ。しかし、チブサ、小中線、妊娠時の腹部、女性器、伝部など、 特定の部位及び、状態の表現は、具体的なものが多い。ほとんどの土偶は女性型であるが、北海道千歳市にある、宇佐くま遺跡群の縄文時代版基礎から、出土した万上土偶のように、男性器の表彰と考えられる突起部を股間に、有するものや、男性型と、おぼしき土偶も数点の発見例がある。構造については、まずは、内部の空洞の有無、すなわち中空。 中が空いているか、中身、中まで詰まっているかで大別し、それぞれを、中空土偶、中空土偶、中実土偶、中実土偶と呼んでいる。また、人体を部位別に作ってから組み立てる構造であったかもしれないものと、そうでない普通のものがあり、前者の例としては、基地で最古級の土偶である間に土偶、滋賀県の総国熊原遺跡から出土した土偶を、挙げることができる。 動物土偶は、縄文時代後期から晩期にかけて、主に東日本から出土しており、最も数の多いイノシシ、ウリボを含む CF をはじめとして、犬、猿、熊、ムササビ、海氷にも見える動物、水鳥、カメ、水生昆虫の言語老類などがある。現在知られている限りで、日本最古級の土偶は、三重県で2個。 滋賀県で一個が出土した、縄文時代早々期後半のもの、すなわち、かゆみじり土偶と間に土偶である。いずれも小型で、やや厚みのある、板状、頭と両腕を突起で表現しており、顔や手足の表現を書くが、ちぶさは、明瞭に表現されている。縄文時代早期前半になると、関東地方東部に、逆三角形や、 道部中ほどがくびれた形の土偶が出現し、早期後半には東海地方にまで分布を広めて、それぞれが明確な土偶形式を形成している。前期はこの延長線上で板状土偶が発達した。しかし、この段階の戦国歴や土偶が実際にどのような目的で造形されたのかは分かっていない。縄文時代中期初頭になると土偶は立体的になり、 頭部と四肢の表現が明瞭化するとともに土偶自体が自立できるようになる。この造形変化は縄文時代の前期を通じて最も大きなものであった。しかし突然に変化したのではなく前期後半には顔の表情豊かな土偶がすでに現れていた。表情豊かな土偶で現在知られている最も古い時代に属するものは縄文時代前期前半の千葉県の石上げ遺跡。 千葉県柏市千石上げ1254他に、所在から出土したものであり、扁平、円形の頭部に2から6個の丸い穴が開けられている。同じような表情豊かな土偶は、東海地方から関東地方までの東日本で現れ、当時の土器形式圏を超えた広い範囲に分布している。それが前期抜用になって、新たな変化は東北地方で現れ始める。 前期紅葉の宮城県ぬかず解析の土偶に始まる。それは両目、口の表現の獲得である。それ以降は、東北地方南部に分布する土偶から、顔面の表現が次第にはっきり形作られていき、北陸地方や中部高地地方に広がっていき、中期初頭には、立像土偶へと移り始め、頭部が板状、頭部が円盤状、正面に目、鼻、口が添えられる程度であるが、 短期間に立体化し、自立可能な立像を完成させた。長野県棚畑形石湿度の縄文のビーナスは、その到達点である。この急速な変化は、それまでの土偶が、子孫繁栄、安山祈願、祭祀等の個人レベルの目的に作られてきたのに、対して、同時期より、村落共同体レベルでの祭祀にも使われるようになったためと考えられる。つまり、土偶は、 この中期全容になって、縄文社会に定着したと思われる。縄文時代後期になると、ハート型土偶が現れる。後期から晩期にかけて、関東から東北地方では、山型土偶や耳づく土偶、社交器土偶などが大量に作られる。また、仮面を被ったもの、仮面土偶なども見られる。九州を除く西日本では、人型土偶は稀まれで、 簡略で扁平な運動系土偶などが多い。ここでは、特筆性の高い個々の土偶について解説する。特筆性の高さは、考古学的価値や文化財的価値とイコールではないが、現在のところ、記載すべき土偶は概ね高い価値を認められたものある。国宝に指定されている土偶は、現在のところ、全国で5個を数えるが、いずれも東日本で発見されている。 さらにそのうちの2個は、長野県の千野市で発見されたものであり、都道府県レベルでも、複数という例は他にない。なお、2019年現在、縄文時代の美として国宝に指定されているものは、指定の早い順に、縄文のビーナス。1995年、笹山遺跡出土新八型土器、火炎型土器。1999年、かやぞら。2007年、合掌土偶。 2009年、縄文の女神、2012年、仮面の女神、2014年であり、すなわち、火炎型時以外はすべて土偶である。相性のあるものはそれで表記している。1、土偶棚畑遺跡出土、縄文のヴィーナス。2、土偶チョホ内哀遺跡出土、かや空。3、土偶八の兵士風張一1遺跡出土、合掌土偶。4、土偶西の全遺跡出土。 縄文の女神。5、土偶獣、原遺跡出土。仮面の女神。世界最古の土偶、最高儀としては、2014年現在、チェコ共和国で出土した、旧石器時代のものであると見られる。ただし、住居が火事を起こした結果として、粘土製品が偶然に素焼きになって、知ったという説もある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。